運送業界はどうなるんだろう。とりあえず送料値上げは許すよね。誰にしわ寄せが行くかってことになるんじゃないかな。今までは運転手、それが荷主になるのか一般家庭になるのか運送会社になるのか。今まで送料無料が基本で金払ってないのが割と狂ってると思う。まともにしたらそりゃ無理あるよねって思った。商品代に含まれてるもんじゃないのか。商品代に含められるくらい単価安くなってるって話じゃないのか。うちの場合は俺が2人いることにするらしい。何言ってるかわからんが2種類の犯行提出しろって言われた。労基に駆け込め。労基じゃなくて近くの運輸局のがいいよ。最近は規制が厳しくなってるので垂れ込んだら高確率で監査入る。上に政策あらば下に対策あり、中国のことわざ。それマジなら税務署に。荷物の倉庫へ入れるのは倉庫の人がしないと知った。ちゃんとしたところはドライバーにはやらせない。ではそのちゃんとしたところとやらを屏風から出してください将軍様。昨日佐川が2人で作業してたな。冷蔵庫下ろそうとしてた。田舎なので配達の人が1人で洗濯機運んできたので下ろすの手伝った。1人で持てるのは40キロが限界だな。階段とか考えると40キロはきつすぎる。台車オンリーならまだなんとか。昔高速道路は1日の中で数分でも走ってれば補助金出た。今高速道路を走った時間そのもので計算するようになった。ドライバーを個人事業主扱いにしそう。最初からそういう扱いならインボイスもまとめやすいだろうし。子会社の社員扱いにして給料を大幅に下げられるから辞めるかもってヤマトのドライバーさんが言ってたな。パンの配送してるが1時間前に出社しなきゃいけなくなる。就業時間は変わらず給料は減る。みんな別の会社に行く話ばかりになってきた。1時間ただ働きするの？うん。配送先で営業もさせられることになったよ。うちの取引先のパン買ってくれませんかって？うん。買ってというより指定銘柄を取り扱えってって感じかな。ノルマも設定されてる。ドライバーにさせることじゃねえだろ。社会人って大変なんだな。現場の人間こそ報われるべきだと思うんだがな。結局はドライバーの負担になるだけなんやな。目に見えて生鮮食品は高くなる。タクシーやれよ。週休2日で月収70万らしいよ。2種免持ってる。勤務シフトが丸すぎる。運送業界はダンピング合戦で終わる終わる言われて、ガチ就業が目前なだけ。これ以上は仕事ではなくボランティアになる。働く時間減らされて給料も減らされて、やること凝縮されたらたまったもんじゃねえな。自動運転はよ。それか高速道路の下が空いてるから、そこに輸送パイプラインを引いて AI に管理させればいい。そこに専用の鉄道を引こう。トラックの制限減速度引き下げてた理由を知ってるんですかね。一回運送会社解体して新形態の運送会社作った方が混乱少ないんじゃね。これはフードデリバリーなんかもな。Uber Eats で12時間配達して、オルトで12時間配達すれば無限に働けるのだ。コンビニ配送系だと車内に監視カメラあるから地味にストレス。歌えないじゃん。値上げしたら済む問題とみんなが思ってそうなのがいけない。長距離は無人化して、集積場から個別に配送する短距離がメインになったり、Amazon みたいにシステム的には Uber Eats みたいな個人配達を取り込んでカバーすんじゃねえかな。トラック車内を監視する意味なんかあるの？嫌がらせ？スマホ眺めながら運転して人引くような奴がいたからじゃね。とりあえずなんか問題起きてから対処すればいいや的な雰囲気が漂っているな。実に日本らしい。人を増やせばいいって話でもないのか。むしろ単純に人増やすとやっていけないと。そもそも人がいないのにさらに人を増やせと言ってもな。給料上げて人数も倍にしてとか運送料いくら上がるんだろ。配送単価を上げる。ドライバーに配送以外の業務はさせない。無理無謀な配車はさせない。うん。無理っすね。終わり。トラックを大きくしようぜ。軽トラックを10トンまで積載できるようにすれば解決するかも。稼げると、楽な仕事かは、別の話。でも稼げる仕事は仕組みがきちんと回ってるから大体楽なんだよな。逆にきつい仕事は大体儲からない。きつくて金がいっぱい入ってくるのは当たり前で、それは稼げる仕事ではない普通の仕事だろ。リレー輸送みたいなことをしようってのはあるんだが、それが必要になる長距離なんて個人に投げてるんだから積み替えの手間がかかるじゃん。渋滞すればするほど、後工程の待機人数が増えるマジックみたいな。Uber みたいに野良の運転員登録して空いてる人マッチングすればあるいは。Uber 結局短距離だから成り立ってるだけで、こういう無駄な規制や規則がこう深刻にどんどん効率で負けて追い抜かれていく原因なんだろうな。ガラパゴス化してるわ。純粋に疑問だが規制してどうなるか無理ないかとかは立法府は考慮してないの？レタスが1玉1000円になったらなんか対策すんじゃないの？ほじほじ。どんなひどいことになるのか実はちょっと楽しみ。届け待ちみたいなシステムがあるのが意味わからなすぎる。早く着いたら早く下ろしたらなんか問題あるんか。在庫置きたくないしそもそも置く場所ないんだよ。年明けの荷台が在庫置き場なんやわ。東京都内の食料品が高くなっていくと予想される。今回の大雪でも生鮮食料品の欠品が目立っておったぞ。配送センターたくさん作ればいい。現場したことなくても普通にわかりそうだよね。費用とそこで働く人員が無限に湧いてくるならまあそうね。個人配送は集配所に取りに来たら割引ってなりそうやな。ピザみたいに。宅急便だって割引あるだろ？ないの？集配所パンクしそう。話を聞けば聞くほどブラックにしかなりようがない業界な気がする。自分がしたくないこと人にさせんなよ。どういう教育受けて育ったんだ。インフラは縁の下の力持ちだから軽視されがち。
総人像のように。欧州のどっかはもう、郵便局にまで地元住民が元を取りに行かなければならなくなったとか、海外ニュースで10年くらい前に見たな。そうなるのでは？すんげえ田舎の地区だけね。そういうのは郵便局に自宅ポストがあるのだ。コンビニドラストスーパー配送しつつ荷卸しすごいなっていつも思う。ゴミ収集車とかもだけど汚い仕事は誰だってやりたくねえよ。だからその分給料良くしてあげてよ。中抜きばかりしないで。年明け程度に解決策考えつくならとっくにやられてるはずなんやな。まあそうだな。無料で俺たちが対応考えても意味ないわ。金もらってる専門家が頑張って対応する案件。その結果が今の日本。今度宅配ボックスに缶コーヒー入れとくね。誰も持ってかねえだろ怖くて。署名付きのメモ書きなしじゃ盗難になるから受け取れないよ。元請けの圧力が強いし絶対抜け駆けする業者が出るから運賃値上げは無理なんですよね。なんでどうやっても利益でないような運賃で走る業者が出るのか未だにわからん。最初は赤字でも名前覚えてもらって顧客と仕事増えて安定したら黒字になるから我慢ってやるんじゃないの。よく知らんけどな。それやったとこで体力が続かんと無理なのよ。でその業者が仮に多少減らして運賃上げてくれれば多少も助かるんだけどそんな気配はない。前より値上げ？じゃあ他に変えるわ。とにかく自由化民営化そうすれば競争力が生まれる。結果ダンピング合戦になっただけでしたね。荷主側なんだがルートで回ってもらってるドライバーに別のところの荷物もさらに入れて対策とかやり始めてる。そうじゃねえだろと思った。送料無料しだしたのが地獄の始まりだろあれ。俺給食センターに食材運んでるけどどこもみんなドライバーが下ろしてるわ。本来ならセンターの連中が下ろさなきゃダメなの？車上受け渡しならそう。自動運転が実用化されても給料半分で荷下ろしだけやる機会として再雇用してもらえるな。それは本来荷主会社がやるべきものでは。でも荷物来ない時は無駄と思って運送会社に押し付けるんだろうな。受け取り手だって現場は荷下ろしするだけの賃金はもらってないしそんな体力も残ってないからな。みんなギリギリでやってそういうことをタダでやっちゃうから本来はそういう業務に携わる人の職を奪ってるんだ。最初から見積もりに荷下ろし代も入れておけば良いと思う。受け取り側だって下手に重量物に手を出して労災にでもなったら目も当てられん。今法律で運転手が下ろすのに金払わないとダメになったはず。でも他の業者さんはやってますよ。ではそちらに頼んでください。最近やっとそれが言える社会にはなってきたとは思う。手下ろして当てとかあるのよ。フォークで刺して引き取ってくれるようなところにはつかない。フォークも金払わないとダメになったはず。全部トレーラー化してヘッドだけ外れて次の現場へってフェリーとかでやってるよね。あれを大きい荷受けあるところ全部に強制すれば結構変わる気も。牽引できる運転手は高いぞ。トレーラーって連結できる組み合わせ決まってるから面倒だし台数も山ほど必要でコスト的には最悪なのよね。必要のない JIT やら翌日配送やらをやめれば緩和すると思う。数日後に届けば良いものでもデフォルトが翌日配送だったりするしな。ジャストインタイムはそうだけど翌日配送なんかはもっと小さい配達の話になるからそこまで関係してこない。本当に物流改革したいなら無茶な要求してトラブル起きたら荷主に責任を負わせるように法律変えないと何も変わらないよ。お急がない便を指定させてくれ。あと置き配ももっと増えてほしい。ほんとこれどうせ週末しか家にいないし土曜日で営業指定料金。じゃあ時間指定なしで再配達でって。わかる。指定できないから絶対再配送になる。数日遅れるだけならいいけどもっとヤバくなりそうな気がしてる。再配達も料金徴収って。払わなかった荷物どうすんだろね。期限まで保管しておく無駄スペースと送り主に送り返す手間が増える。荷受けの時点で後から徴収できる仕組み作ればいいだけでは。商品回収で代金も送料と手数料差し引きで返金で。鉄道貨物が使い物にならんからトラックしか頼れないんだよな結局。知ってるか。今鉄道貨物ってパンク気味なんだぞ。最大手が抑えてて中堅の入る余地ないよね。近くの営業所まで運ばれたら基本自分で取りに行く。家まで届けてほしいなら別途送料をもらうで良いんじゃないかな。置き場がない。なるほど。宅配ボックス設置したわ。郵便受けみたいにデフォ設置になっていくといいな。鉄道貨物もコンテナ運ぶドライバーが足りないので。あの積み下ろしするフォークの運転手も待遇悪くて減ってると思う。運転手不足は中長距離が問題になってるだけで、宅配とかの近距離配送は依然としていくらでも人はいる状況なので改善されることはない。再配達有料と盗難防止付きの宅配ボックス義務化でいいよ。再配達で金取るならインターホン押しても出なかったって証拠の動画を撮影しておいてほしい。配送料上がって通販使う人間が減れば働き方もマシになる。これはあると思う。一部道路を大型トラック専用にしてみるとかどうだろうと思ったが積み下ろしや待機時間の問題そのままだし意味ねえな。しかし給料上げないことには何も解決しないぞ。まず買いより始めよ。俺を手取り40万で雇え。40万に見合う技能持っていますか？お茶が組めます。佐川が随分前から軽バンで運送するようになったのはドライバー負担軽減の意味あった？小さい車で運ばされてて気の毒だなって思ってたんだけど。軽バンなら中免もいらない。安い。なるほど荷物だけじゃなくドライバー確保の意味合いもあったのか。
長距離ドライバーは高給取りで子供は親になかなか会えないけどいいもの買ってもらってるなんて時代もあったのだ。装飾したトラックが多かったのも個人でトラック買えた時代だったってのはあるね。一応4トンなら運転できるけど免許的にまっすぐしか走れる気がしない。アメリカとかに比べると日本は値段に対して過剰サービスすぎるって言われてるし、値段を上げないならサービス悪くすべきだろうな。実際運送業だけでなく全業界は値段に対して無料サービスが手厚すぎるよ。つうか日本と比べても適当なアメリカでもトラック運転手はもう割に合わないって人手不足だぞ。流通は個人に請け負い頼むアプリとかが出てきてそっちに持ってかれる予感。その個人がそれだけ信用できて何を担保に取れるかだな。ちゃんと緑ナンバーの車持ってるのかな。ある程度の規制緩和は必要なのかな。でもそれってまた単価下がる原因にもなるしな。バブルの頃は佐川で月給100万欲しいと言えばもらえたもんだ。それ残業マシマシで寝る間も惜しんでだろ。やればやっただけ金になったのはそうだが、タクシーとトラドラは昔は儲かった業種だな。もう滅びたバイク便とかも稼げた。ドライバーがいないバス運転手がいない。なんで給料や待遇改善しないのですか。儲けが減るじゃん。その結果料金が上がれば利用者が減るんだよな。それはもう需要が最初からないところで商売してたってだけだろ。利用者が減って倒産するなら仕方ないことだし。いつでも切れる非正規ばかりで待遇の改善もせず、会社都合なことばかりしてたら人来なくなるのわかるやろ。やばいやばいって言われてるうちは正規だから、本当にどうにもならなくなったら倒産が相次ぐだけ。やばいなんて言われてもう15年くらい経ってる。出稼ぎ外国人だらけになると思います。円安になってからコンビニの店員も外人いなくなったよ。みんな帰った。もっとやりがいを感じられる仕事にする。賃金を上げないで。アマゾンはこれから行くからなって通知来るよね。あれ他の運送業者も真似してほしいわ。働き方改善って上限を下げるとかじゃなくて、労基をちゃんと守らせる方が重要って役人は知らないんだろうな。宅配ロッカー的なのもっといろんな場所にあればそれ利用するんだけどな。天の配達員は最初稼げたけど運賃クソ下がって物量増えたおかげで地獄だそうな。ウーバーさんも現状同じだと聞いた。ウーバーは登録する人間が増えて仕事減ったから単価下がったって聞いた。代わりはいるをやられるとおつらいな。給料は上げてやれ。送料値上げは絶対に許さん。送料と給料上げれば解決。ドライバー不足とか言うけど長距離はもっと貨物使えってなる。菓子や野菜はガンガン使ってるのに。リソースがないんや。送料上がっても配達員に還元されるかというと、運転手に運転以外の仕事をさせるから労働時間が長くなるんや。過剰に便利してその分の負担を見ないふりしてきたツケが表に出てきただけの話で、そのまま便利な生活したいならそのツケ払えばいいだけだ。運送業界の給与上がるは物価高くなると同じだからな。我々の給与も上げてもらわねば。昔は手取り50万とか余裕でもらえてたような。仕事増えたのに給料減るのは本当に意味わからんな。ドライバーの給料高すぎってお上が減らしたので、バス運転手もやべえぞ。デフレになってるのは日本のおかしな慣習のせい思うことは実際多いよ。宅配は日にちはいつでもいいよ。便にするだけで少しは緩和されると思う。でも一番問題なのは工場や倉庫間らしいので、そこをどうするのか。 JIT 禁止にするか。運送業界も鉄道に出資して輸送利用推進よな。 JR にそんなキャパあるわけないだろ。鉄道輸送の方が効率良いはずなのに運賃は JR 貨物の方が高いんだよな。不思議。言うほど良くないぞ。コンテナ駅なんて限られるからな。日用品とか近所で買えるものを通販で売るの禁止しろ。実際過労による居眠り運転で事故ってるのもいるから、この規制自体はいいと思うけど、前の過酷な運送業界を前提にいろいろ成り立っていたのでどうするんだろうね。運送業界が大変なんだな。今後は通販するの控えるか。無理。労働時間規制、人手不足、でも新しい人雇えない。終わっとる。トラックの速度規制緩めたよ。褒めて。事故多発で速度規制強化したのに、待ち時間は変わりません。むしろ早く着いたら伸びるな。その癖遅れると切るのやめて。JIT がすごい足引っ張ってるから1時間待たせるごとにいくらか支払うように義務化すればいいのでは。負担の外部化のすごい実例だと思う。公共の敵、フリーライダーとして教科書に載せていいくらい。ドライバーの高齢化で耐えられる時間が短くなってるのも怖い。70歳オーバーの運転手が大型トラック運転してるってのも怖いよな。引退したがっているのを無理言って引き止めてる。軽貨物とか80代でも普通にいるからな。そもそもメインが40代なら2024問題とか言われない。働き盛りだもんな。うちは50歳の運転手の給食が来たら超若手だわ。怖い世の中だな。5年前に業績や業界動向見ながらこうなると想定して正社員に転職してた。自分で言うのもなんだけど俺すげえ。自動運転車による自動配送とかいつになるんだろうね。100年経っても無理。若くなるほど大型免許の取得率低いから仕方ないね。 AT 限定なんで無理っす。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。